ここにまあボブラインを作るような作っていくようなイメージの、髪が落ちるところのもたつきとすっきりさせたい感じと両方をイメージしながら、今の印象だとですね、全体にこう間延びしてしまうような長さの印象になってしまっているので、長さを鎖骨下ぐらいまで詰めて、印象を少しコンパクトに、どちらかというと縦というよりは横に、今ですねオーバーエレクションで、耳の周りですね、ここに集まるように、レイヤーを入れてます。そうすることによって後ろから見た時の、それでですね、一番この両冠が取りづらいところっていうのはこの三つ襟の周りになってくるので、三つ襟の部分も同様に、例えばこう掴んだ時のこの厚みがこのぐらいの方がいいっていう人も、たくさんいるので、まずここでお客様自身に、髪の毛の毛量と、毛先の、重さですね、そういうものを含めてちょっと、チェックを入れてもらいたいと思います。では、はい、ちょっと触ってみてください。ブラントに見えすぎてしまうので、ここに少し束をイメージしながら、こちら側も同様に毛先5センチをフロントのゴム目で、毛流れがしっかり出るようなバングを組み合わせたようなスタイルの完成になります。ただですね、普段お客様、今回のモデルさんも、いつも毛先の方にはアイロンを入れているっていうことだったので、少しだけアイロンを毛先の方に、まあ、今回は、内巻きで作ったものを少し崩してざっくりとした質感にちょっと仕上げていきたいと思います。とやはりお客様でよく言われるのは、スタイリングの仕方がわからないとか、アレンジの仕方が難しいということをすごく言われるので、例えば先ほども言ったように髪を結んだ時でもこの顔周りで生きてくるような、デザインを売ってあげるような方向で話を進めてあげるとすごく喜ばれると思います。